こんにちは。向田邦子作「霊長類人ト科動物図鑑」より「傷だらけのナスの2回目をお送りします。その頃になると風も雨も強さを増し早々に雨戸を閉めたのにどこから隙間風が入るのかガラス戸が鳴り電灯も揺れ 時々暗くなって瞬いたりする「懐中電灯の電池は大丈夫だな?」。いつもは2本のお調子を1本に控えた父が釣りに行く時のおととしの背広にニッカーボッカーという土建屋スタイルで母に尋ねている「台所では祖母が私たちの食べ残したご飯をおむすびにしている。 廊下や難度が雨漏りしている。「洗面器を出したりしてまたひとしきりうちじゅうが騒々しい」「こういう日お風呂は危ないのでお休みである」「うちは用心深かったのかどうか台風が来そうな夜はパジャマに着替えず靴下だけ脱いで寝かされた」 枕元にランドセルと着替えの風呂敷包みを置くか置かないかという時に停電してしまう懐中電灯で照らしてもらってご不条に行き風と雨の音を聞きながら眠るのは子供心にも不思議な高ぶりがあった兄弟喧嘩も夫婦喧嘩も母と祖母のちょっとした気まずさも 台風の夜だけは休戦になった。「一家をあげて固まっていたそこがなんだかひどくうれしかった父も母も皆生き生きしていた朝目が覚めると台風は嘘みたいにどこかへ行っていたいつの間にか私たちはパジャマを着ていた」。 夜中に「さあ台風がそれた」というので着替えをさせられたのであろうが全く覚えがなかった子供というのはどうして夜はあんなに眠かったのだろう「寝る子は育つ」というから育つためによく眠っていたのかもしれない「来る来る」と思って張り切っていた台風が それるくららいいつまらななことはなかった「よかったよかった」と親たちは喜び合い祖母と母は昨夜たくさん炊きすぎたおむすびを食べたりしていたが子供はみんなつまらなそうにしていたいざという時のために玄関にそろえておいた長靴をしまいながら「チェつまんないの」というところがあった。 大人だって少しは「なんだ」という表紙抜けを感じているに違いないのにそれはちょっとした口ぶりや仕草に出ているのにそんなことは少しも見せないのが少し憎らしかった父は雨どいに詰まった落ち葉をかき出している高ぼう器を逆手に構えて 慣れない庭仕事に息を切らしている父の頭の上に抜けるような青空があった赤とんぼもこういう時によく見かけた台風の次の晩は気のせいか虫の声もひときわ大きく美しく聞こえたそして次の日は八百屋の店先に雨に叩かれ倒れ 地に張ってそうなったのであろう傷だらけのナスやキュウリが一山いくらの安売りで欠けた皿やざるに乗せられ並ぶのである「バツバツさんのとこは小沢さんだからまあみさらも買っていったよ」。台所で母の割烹着の袖を引きながら祖母がこう話した声は「40年も昔のことなのに」。 まだ耳の底に残っているこれで向田邦子作傷だらけのナスは終了ですありがとうございました新聞配達缶切り雨漏りなど昭和のキーワードが盛りだくさんで子供の頃を懐かしく思い出しましたではまた